モンテディオ山形は日本の山形市、天道市、鶴岡市を中心とする山形県全域県をホームタウンとする日本プロサッカーリーグに加盟するプロサッカークラブ。1984年総部の NEC 山形サッカー部が前身となり、1999年により J リーグへ加盟している。クラブ名称のモンテディオはイタリア語のモンテと ディオを合わせた造語で、山の神を意味する。ホームスタジアムは、ND ソフトスタジアム山形。練習場は、山形県総合運動公園である。運営法人は株式会社、モンテディオ山形である。なお、2013年度まで、トップチームを運営していた、公益社団法人山形県スポーツ振興21世紀、協会は、ユースなどのアカデミーの運営を行っている。 1984年に創部された山形日本電機のサッカー同好会が前進。1990年から1993年まで東北社会人サッカーリーグを4連覇。1994年によりジャパンフットボールリーグへ昇格。1996年にチーム名をモンテディオ山形へ変更。 1998年2月にウニエ法人となる山形県スポーツ振興21世紀協会が設立された。1999年からの J リーグの二部制開始と共に J リーグディビジョン2に参加した。前平塚監督の植木茂春が監督に就任した。補強面では、市原から和志田正一を、平塚から岩本博士生を、京都から吉田だるまを、 c 大阪から浦部太郎を、ブラジルのリオクラロ FC からアランを、川崎 F からムタイルを、札幌からバウテルを完全遺跡で獲得し、横浜 FM から平間智和を、レンタル遺跡で獲得した。新人では、鶴章学園校から根本良介、前橋育英校から国母保淳、静岡学園校から飯塚博識が加入した。リーグ戦については、 第23節終了時までは、注意付近を推移していたが、第24節から第29節にかけて5勝1分をマークし4位まで浮上した。しかし、残り7試合を勝利なしで終えたため、順位を落としてシーズンを終えた。リーグ戦の最終成績は15勝4分17敗の勝ち点48で7位だった。山崎ナビスコカップでは1回戦で、 京都に敗れた。天皇杯では、J1 勢の神戸、CE 大阪を続けて破った後、準々決勝で柏に敗れたものの、クラブ初の天皇杯ベスト8進出を果たした。このシーズンは、マシモサトシが、得点源として活躍。最終的には18ゴールを挙げて、J2 得点ランキング2位となった。植木大成2年目。正治隆が大分に、浦部太郎が、 オーストラリアのロッチデール・ローバーズに、高橋明が、東北社会人一部の t d k s c に、完全移籍し、平間智和が、レンタル元に復帰した。また、アラン、バウテル、ムタイル、本外、直樹、原田光介、飯塚博之が対談した。補強面では、大分からエドウィンを、甲府から堀井学成を、湘南から西山鉄平を完全移籍で、 ブラジルのアシスナイコフ FC からジェフェルソンを、横浜 FM から丸山義明を、レンタル遺跡で獲得した。新人では、中央大から小田島高之、帝京大から与田高生、第一経済大から岡村正行日大山形校から笠原新、高見ヶ原校から松田秀樹、イタリアのデボルティボイタリアのユースから中山夢夫が、加入し、ユース所属の白井定吉が、 トップチームに昇格した。シーズン途中には、元福岡の長谷厚紙を完全遺跡で、ブラジルのサンパウロ FC からワシントンを、レンタル遺跡で獲得した。リーグ戦については、4連敗以上の大きな連敗を4回繰り返すなど、全体的に制裁を欠いたシーズンとなり低迷したまま、シーズンを終えた。 リーグ戦の最終成績は11勝2分27敗の勝ち点33で10位だった。しかし、同年に J1 昇格を決めた浦和と第11節で対戦した際に j に初黒星をつけ、第40節にも2から1で勝利するなど、上位陣を苦しめる場面を作った。山崎ナビスコカップでは1回戦で、広島に敗れた。天皇杯は2回戦で、 JFL のジアトコに敗れた。シーズン終了後、植木が契約満了で監督を退任した。元サッカー、日本代表の柱谷光一が監督に就任した。マシモサトシが、関東社会人リーグの都南 SC に、中森大輔が、JFL のジアトコに、岡村正幸が、佐川急便東京 SC に完全移籍し、丸山義明が、 レンタル元に復帰した。また、エドウィン、ワシントン、ジェフェルソン、岩本博成、中山夢夫白井貞義が対談した。補強面では、大宮から佐藤祐介、浮木義哲郎、佐藤太一を、京都から大島秀夫を、湘南から鈴木健太郎を、水戸から渡辺拓を、札幌から大野隆を、浦和から高橋岩一を完全遺跡で獲得し、 札幌から佐賀一平をレンタル遺跡で獲得した。新人では山形中央校から吉見一世が加入した。シーズン途中には堀伊学成が札幌へレンタル遺跡した。リーグ戦については第十九節終了時までは七勝五分七敗の八位と振るわなかったが第二十節第四十三節終了時までに二十勝一分三敗と快進撃を見せ二位まで浮上。 山形を含む最大6チームが J1 昇格に絡む大混戦となったが、京都が第43節の湘南戦に勝利し、J1 昇格圏内の1位を確定させたため、最終節に J1 昇格圏内の2位を山形、仙台、大分の3チームが勝ち点差3という接戦の中で争うことになった。暫定2位の山形は川崎 F に対し、 90分以内で勝利することが、できれば2位が確定していたが、試合は0から0のまま90分間が終了し、V ゴール方式の延長戦に突入したため、暫定3位である仙台の対戦経過次第となった。仙台は後半ロスタイムに決勝点を挙げて、京都に勝利した。この結果、仙台の2位が確定したため、山形は J1 昇格を逃した。その後、 山形は延長戦の開始直後に出展して、試合にも敗れた。リーグ戦の最終成績は27勝6分11敗の勝ち点80で3位だった。山崎ナビスコカップでは1回戦で、浦和に敗れた。天皇杯は3回戦で、神戸に敗れた。柱谷大成2年目。浮木哲郎、西山鉄平が大分に、高橋岩尾一笠原信が、 JFL のジアトコに、吉田ダルマが、シンガポールのジュロン FC に、佐藤太一が、シンガポールのクレメンティカルサ FC に、小田島高行が、群馬県社会人一部の草津に、斉藤誠一が、佐川印刷に完全移籍し、佐藤敦氏が退団した。また、札幌に、レンタル移籍していた、堀井学成が完全移籍への移行に伴い、退団した。補強面では、 湘南から坂井良、帝府の武広、を、浦和から小島通を、市原から井上武志行を完全遺跡で獲得した。さらに、佐賀一平が、レンタル遺跡から完全遺跡に移行した。新人では、駒沢大から桜井茂、順天堂大から藤田義正、国士官大から松田和幸が加入し、ユース所属の秋葉正が、トップチームに昇格した。 シーズン途中には、ドイツ三部の SV バッカーブルクハウゼンから西脇、両平を完全移籍で獲得した。リーグ戦については、開幕戦から4連敗を喫死再開からのスタートとなった。その後も勝ち星を重ねることができずに低迷を引きずったままシーズンを終えた。リーグ戦の最終成績は6勝17分21敗の勝ち点33で1位だった。 天皇杯は一回戦で、関東社会人リーグの群馬 FC、堀越に敗れた。柱谷大成三年目。佐藤祐介が、CE 大阪に、鈴木健太郎が、東京 V に、吉見一世が、佐川印刷に、佐賀一平、坂井良、定府の部広が、旧リーグの沖縄刈江牛 FC に、西脇良平、大野隆松田秀樹が、 東海一部の静岡 FC に完全移籍し、小島トールが退団した。また、渡辺拓が現役を退いて、ユースチームの監督に就任した。その他では、根本涼介、斎藤岳志が、ブラジルのジャボチカバウアトレチコに留学するため、1月から6月まで、チームを離脱した。補強面では、鹿島から中村厚生を、FC 東京から星大輔、松田正俊を、 C 大阪から川崎健太郎、羽地都市明、落ち隼人を、G 大阪から赤尾孝一を、札幌から古川武志を、大宮から伊藤慎吾を完全遺跡で、ブラジルのマルトロンからニバウドをレンタル遺跡で獲得した。また、ブラジルのオリンピアからアレッシャンドレをレンタル遺跡で獲得したが、シーズン途中で退団している。新人では、提供校から大滝直也が加入した。 シーズン途中には、市原から小林久明を、レンタル遺跡で獲得した。リーグ戦については、開幕6試合で1分5敗と再開スタートとなったが、第7節から勝ち星がつき始めて、第24節終了時には4位まで浮上した。しかし、その直後から連敗を重ねるようになり失速。そのままシーズンを終えた。 リーグ戦の最終成績は15勝10分19敗の勝ち点55で8位だった。天皇杯は3回戦で神戸に敗れた。シーズン終了後、柱谷が契約満了で監督を退任した。JFA ナショナルトレ戦コーチを務めていた鈴木厚が監督に就任した。和田正一、羽地都市明が市原に、与田厚生、国母淳が、 JFL の草津に完全移籍し、ニバウド、藤田義正、伊藤慎吾、松田和幸が対談した。また、斉藤武氏が現役を退いて、クラブ株組織の育成普及コーチに就任した。補強面では、大宮から大塚真治を、川崎 F から林明平を完全移籍で獲得。小林久明が、レンタル移籍から完全移籍に移行した。また、 ブラジルのグアラニ FC からレオナルドを FC 東京からサコイブカナリをレンタル遺跡で獲得した。その他ではブラジルの EC3 とアンドレからデ d ニをレンタル遺跡で獲得したがシーズン途中で退団している。新人では東海大山形港から堀内大輔鶴岡東高から遺跡たけしが加入した。シーズン途中には 新潟から宮沢勝幸を、浦和から梅田直也を、レンタル遺跡で獲得した。リーグ戦については、第11節終了時点で5勝5分いっぱいの2位に、つけるなど最先の良いスタートを切ったものの、主力選手の怪我などが響いて停滞し、第30節終了時に6位まで順位を下げた。しかし上位進出を目指して、シーズン途中に宮沢らを獲得した、結果、 第29節から7勝2分と快進撃を見せ3位まで再浮上した。しかし、2位の大宮との直接対決に敗れたため、J1 自動昇格圏内に入るまでには至らなかった。その後、J1J2、入れ替え戦の出場権が得られる3位を、福岡、京都と争ったが、最終節で3位の福岡との直接対決に敗れた、ため、J1J2、 入れ替え戦進出を逃しシーズンを終えた。リーグ戦の最終成績は19勝14分11敗の勝ち点71で4位だった。天皇杯は4回戦で横浜 FM に敗れた。このシーズンは大島秀夫が得点を量産し活躍。22得点を挙げて J2 得点ランキング2位となった。また、勝ち点105をマークするなど圧倒的な強さで、 J2 を制した、川崎 F に対して2勝1分1敗と、当時、J2 に所属していたチームの中で唯一勝ち越した。シーズン終了後、NEC 山形時代から、ゴールマウスを守り続けてきた、地元出身選手の鈴木克美が、現役引退を表明した。鈴木大成2年目。昨シーズンに、J2 得点ランキング2位となった、大島秀夫が、 横浜 FM に、星大輔、松田雅俊が京都に、中村厚生が新潟に、井上武史幾が甲府に、大滝直也が、東北社会人一部の森岡に完全移籍し、宮沢勝幸、梅田直也、酒井深成が、レンタル元に復帰。古川武氏、落ち隼人が対談した。補強面では、横浜 FM から小原翔吾、元橋匠を、 横浜 FC から薄井康平を、広島から外池大介を完全遺跡で獲得。また、レオナルドが、レンタル遺跡から完全遺跡に移行した。さらに、横浜 FM から安倍雄太郎を、広島から高木和正を、鹿島から田中康平を、名古屋から原竜太を、レンタル遺跡で獲得した。原は、シーズン途中に完全移籍へ移行している。その他では、 ブラジル2部のアバイ FC からチッコを、レンタル遺跡で獲得したが、シーズン途中で退団している。新人では、大阪学院大から佐々木隼人が加入。開幕戦で先発メンバーに抜擢されるや、稲や、1ゴールにアシストを記録するなど、加入初年度から即戦力として活躍した。シーズン途中には、柏から清水健太を、大分から小森田智明を、 レンタル遺跡で獲得し、山形大の塩沢翔吾を特別指定選手として追加登録した。リーグ戦については非常に高い守備力を誇り、第36節終了時点で、失点数が34点と、京都の33点に次いで2番目に少ない記録だった反面、得点力不足が影響して勝ち切れずに引き分ける試合が多かったことから、 自動昇格圏内の京都と福岡に追いつくことができずに3位から4位を推移した。その後、j 1 j に入れ替え戦の出場権が得られる3位を札幌、仙台、甲府と争ったが、第37節から4連敗を喫し脱落した。リーグ戦の最終成績は16勝16分12敗の勝ち点64で5位だった。天皇杯は4回戦で浦和に敗れた。 シーズン終了後、鈴木が契約満了で監督を退任。新潟の監督に就任した。横浜 FM でトップチームコーチを務めた樋口康史洋が監督に就任した。この年からサテライトリーグへの参加を開始した。大塚真嗣川崎健太郎が札幌に、小林久明が神戸に、田中康平が仙台に、外池大介が湘南に、 高木和正が、東海社会人一部の岐阜に、堀内大輔が、東北社会人一部の森岡に完全移籍。また、阿古光,光一、伊関武士、塩沢翔吾が対談し、小森田智明が、レンタル元に復帰した。補強面では、仙台の看板選手として活躍した、財前信幸を、福岡から木戸健太を、川崎 F から渡辺匠、木村誠を、 トスから宇治原良次高林祐希を完全遺跡で獲得。さらに、昨シーズン大宮でプレーしたレアンドロを、ナショナル AC からレンタル遺跡で獲得した。新人では、四日市中央高校から堺井正吾、工場校から鈴木優太、駒沢大から鈴木良平、羽黒校からドグラス、韓国の白岩校からイジョンミンが加入した。シーズン途中には、 新潟から2004年に山形でプレーした宮沢勝幸を FC 東京から前田和也を完全一席で獲得した。リーグ戦については第8節まで勝利することができず最下位に沈んだため試合後に不満を抱えた一部の山形サポーターが監督の樋口や専務理事権ゼネラルマネージャーの金村伊に対して隕石辞任を求める。 座り込みの抗議行動まで起こったが、第9節徳島戦で、初勝利を挙げた後、第15節から4連勝、第25節から3連勝を達成した結果、順位が6位まで浮上した。しかし、守備に安定感を欠いたことや、主力選手を怪我で欠くなどの影響が及び、最後まで J1 昇格争いに加わることができないまま、シーズンを終えた。 リーグ戦の最終成績は17勝14分17敗の勝ち点65で8位だった。天皇杯は4回戦で甲府に敗れた。このシーズンはレアンドロが得点を量産し活躍。23得点を挙げて J2 得点ランキング3位となった。この年に経営陣の刷新が行われた。人気満了に伴い金森義弘が理事長をシーズン途中に退任。 金村も連帯する形で退任した。後任には、鹿島元専務の海保先生が理事長に就任した。この冊し新劇の前後に、金森が率いた全経営陣による J1 昇格争いをすれば、観客動員が増え収入増になるはずという強気な経営計画により、約1億3000万円の負債を抱えた末に、その穴埋めとして、 J1 昇格準備金として用意していた予算を大幅に取り崩していたことが判明し、内外にその厳しい台所事情を露呈した。その他では3月23日に日本サッカー協会参事で山形県米沢市出身の新藤和春が常務理事に就任。12月20日に財政難で選手補強や有望新人の獲得が難しい。 状況の中、スカウト部門の強化を図るべく、鹿島のスカウト担当部長だった、平野克也を、協会育成部アドバイザーとして招返した。11月28日に、長年にわたりチームを支えた、高橋健二と大田正幸が、現役引退を表明。共に、フロント入りした、樋口大成2年目。昨シーズンに23得点を挙げるなど活躍した、 レアンドロが神戸に完全移籍した。また、長井厚氏が仙台に、内山俊彦が神戸に、原隆太が湘南に、宇治原良治が悪殺に、高林祐希が、JFL の TDKSC に、安倍雄太郎が、北新越社会人一部のフェルボロ在史家は、白山 FC に、ドグラスが、旧リーグのニューウェーブ北九州に完全移籍し、 桜井茂が甲府に、レンタル遺跡。伊城民が退団した。補強面では、名古屋から、北京五輪代表を目指すべく、出場機会を求めていた、豊田洋平を、鹿島から1999年 FIFA、ワールドユース選手権の準優勝メンバーだった、石川達也を、レンタル遺跡で獲得。さらに、横浜 FC から北村智隆を、 京都から1999年から2003年まで山形に在籍していた和志田真っ最を FC 東京から遠藤博士を完全遺跡で浦和から横山拓也をレンタル遺跡で獲得した。また清水健太がレンタル遺跡から完全遺跡に移行した。新人では順天堂大から佐藤健太郎、中央大から園田拓也、 富山第一校から高橋俊夫氏が加入した。シーズン途中には、群馬県社会時に一部の都南 SC から須田孔介を、ブラジル二部のアラピラ県世から、グスタボを完全遺跡で獲得した。リーグ戦については、序盤は首位に立ったものの、怪我人の続出を補いきれない、選手層の薄さと、深刻な得点力不足から急速にチームは失速。 その後も浮上することなく、第45節愛媛戦に敗れたことで、J1 昇格の可能性が消滅。そのままシーズンを終えた。リーグ戦の最終成績は15勝13分20敗の、勝ち点58で9位だった。天皇杯は4回戦で、GE 大阪と対戦したが、PK 戦で敗れた。シーズン終了後、樋口が契約満了で監督を退任。 コーチの島根総一、GK コーチの南翔吾も退任した。11月30日には、主力フォワードの一員として、山形の攻撃陣を牽引した、林明平が、現役引退を表明した。新大阪元監督の小林真嗣が監督に、就任した。チームの看板選手として活躍した、佐々木隼人が、G 大阪に、薄井康平が湘南に、 前田和也が、関東一部の日立と木 UVA に、和志田正一が、JFL の栃木 SC に、鈴木良平が、北新越リーグ一部の松本山宮に、横山拓也が愛媛に完全移籍し、グスタボ、須田康介が対談した。補強面では、柏から長谷川優王 CE 大阪から宮本拓也を、FC 東京からリチェリオレンタル移籍で、 福岡から宮崎公平、内藤智康を完全遺跡で獲得。新人では、明治大から石井秀則、私立船橋港から山田匠、柏レーソル U-18 から大田哲郎、前橋空英港から広瀬智康が加入した。シーズン途中には、千葉から馬場優太氏を、レンタル遺跡で獲得した。リーグ戦については、第14節終了時は7位だったが、 次第に組織的な守備をベースとした戦術が浸透し、少ない得点で勝ち切る試合が増えていった。また、北京五輪日本代表に選ばれた、豊田洋平や、加入後に、ストライカーとして、才能を開花させた長谷川を中心とした若手選手の、活躍により、仙台との道の区ダービーでは9年ぶりに勝ち越すなど、シーズン中盤からは、 J1 自動昇格圏内の2位をキープし、11月30日、第44節の A 姫戦で勝利を収めて2位が確定。翌12月1日の J リーグリーンジリー次会で J1 昇格が承認された。リーグ戦の最終成績は23勝9分10敗の勝ち点78で2位だった。天皇杯は4回戦で川崎 F に敗れた。 シーズン終了後、根本良介が現役引退を表明。ジュニアユース、省内コーチに就任した。クラブ史上初となる J1 リーグ1年目のシーズンを迎え、小林大成2年目がスタートした。ニットップの一角として J1 昇格に貢献した豊田洋平が京都に、本橋匠が栃木 SC に、高橋夫太氏が、 関東社会人一部の日立ちとちぎ UVA に内藤智康が東北社会人一部の福島ユナイテッド FC に昨シーズンまで甲府にレンタル移籍していた桜井茂が仙台に完全移籍しリチェリ、ババユーフト氏が対談した補強面では CE 大阪から古橋達也をポルトガル一部のセトゥーバルからキムビョンスクを完全移籍で川崎 F から植草有希 カシワから小林亮をレンタル遺跡で獲得。さらに、石川達也、宮本拓也がレンタル遺跡から完全遺跡に移行した。また、ブラジル一部のクルゼーローから、ジャジャオ、ブラジル二部の SE ガマからアンドレシルバをレンタル遺跡で獲得したが、出場機会を得られないままシーズン途中で、退団している。新人では、山形 FC ユースから栗原勇希が加入。 ユース所属の佐藤久志氏がトップチームに昇格した。シーズン途中には浦和から赤星高文みを、広島から西川翔吾を、ブラジル一部のアトレチコパラナエンセから、ファグネルをレンタル遺跡で獲得した。リーグ戦については開幕戦で岩田と対戦。チーム記録となる6得点を奪い J1 初勝利を収めた。その後は、 怪我人が続出するなど戦力が維持できなくなり、第16節終了時点で J2 降格圏内の16位まで順位を下げた。この苦境を打破するべく、西川らをレンタル遺跡で獲得。これが功を奏し、第30節終了時点で15位と J1 残留圏内まで浮上し、十六位の柏との勝ち点差を十に広げた。しかし、第十一節柏島戦では、 J リーグ史上初となるシュート数0本を記録するなど終盤に近づくにつれ精裁を欠いていった。11月28日の第33節名古屋戦においても敗れたが、柏が大宮戦にて引き分けたため、残り1試合で勝ち点差が4となり、順位が広角圏まで下がる可能性がなくなったことから J1 残留が確定した。 リーグ戦の最終成績は10勝9分15敗の勝ち点39で15位だった。山崎ナビスコカップは2勝1分3敗の5位で予選リーグ敗退。天皇杯は3回戦で明治大学に敗れ、日本サッカー史上初となる公式戦で J1 クラブが大学チームに敗れる波乱となった。この年の J リーグは大津において J1 フェアプレー賞を獲得した。 小林大成3年目。クラブの経営力向上に尽力した理事長の海保先生が健康上の理由により3月末をもって退任。公認として山形県サッカー協会専務理事の川越進が就任した。また、協会育成部アドバイザーの平野克也も1月末をもって退任した。財前信幸がタイプレミアリーグのムアントンユナイテッドに 小原翔吾が愛媛に、渡辺匠が熊本に、木村誠が JFL の金沢に、木藤健太が旧リーグの三菱重工長崎 SC に、遠藤博士が JFL のソニー仙台に完全移籍した。また、長年にわたり守備のようとして活躍したレオナルドと赤星高文坂酒井翔吾、ファグネルが対談した。補強面では、懸案であった。 攻撃陣の弱さを補うべく、鹿島から田代雄三増田哲氏を、レンタル遺跡で獲得した。また、千葉から戦力外通告を受けて、トライアウトに参加していた、下村冬美を、城南一話から元 U、元、U-23 韓国代表ハンドンオンを、完全遺跡で、横浜 FM から、キムクナンをレンタル遺跡で獲得。さらに、 2008年2009年のチーム得点王である、長谷川優と、昨シーズン途中加入し、残留に大きく貢献した、西川翔吾が、レンタル遺跡から完全遺跡に移行した。新人では、国士官大から伊藤俊浦和ユースから中村俊高知大から中野啓が加入した。シーズン途中には、市大阪から前田和也を完全遺跡で獲得した。 リーグ戦については、開幕から4試合連続未勝利でスタートしたが、第5節広島戦で初勝利を挙げた後、第12節終了時点で4勝2分6敗の13位で、ワールドカップに伴うリーグ中断期間を迎えた。リーグ再開後、山崎ナビスコカップから機能し始めた4から3から3システムが功を奏し、J1 では初めての開催となる、 道の区ダービーでの勝利を皮切りに、浦和や GE 大阪、横浜 FM といった、競合相手にも勝利を収めるなど、徐々に勝ち点を積み上げて、J1 残留圏内を維持した。その後、第32節の京都戦に勝利して、J1 残留を決めた。リーグ戦の最終成績は11勝9分14敗の、勝ち点42で13位だった。 山崎ナビスコカップは3勝1分2敗のサニーで予選リーグ敗退。天皇杯は準々決勝で清水と対戦したが PK 戦で敗れた。シーズン終了後、ヘッドコーチの長島博明が FC 東京のトップチームコーチに就任する理由で退団した。この年の J リーグはオーズにおいて J1 フェアプレー賞を2年連続で獲得した。 小林大成4年目。田代雄三、増田哲氏、金久男が、レンタル元に復帰し、金病院則、ハンドンウォン、佐藤久志氏、栗原雄貴が対談した。補強面では、鹿島から船山雄二、福岡から大久保哲也、サンパウロリーグ一部のリオクラロ FC からマイコン、元東京 V のエルサムニー王様を完全遺跡で、獲得。鹿島から川島大地を、 レンタル遺跡で獲得した。また、植草祐希、小林亮が、レンタル遺跡から完全遺跡に移行した。その他では、ルーマニア一部の CFR クルジュからウーゴン、完全遺跡で獲得したが、同年4月10日に、家庭の事情により退団した。シーズン途中には、広島から山崎雅人を、レンタル遺跡で獲得した。リーグ戦については、開幕戦で、 川崎 F に敗れた6日後に東日本大震災が発生。リーグ戦は1ヶ月以上中断した。この間、震災後のインフラ被害や物資不足などの影響で満足にトレーニングを行うことができなかったため、リーグ戦を戦い抜く体力が培われず怪我人が続出した。さらに、昨シーズンまでの守備編長の戦術からショートカウンターで、 高い位置からボールを奪うことと攻撃でポゼッション率を高める戦術に変えて試合に臨んだが成績は低迷し第20節終了時点で J2 降格圏内の17位に沈んだその後シーズン途中に山崎を獲得して巻き返しを図ったが崩壊した守備を立て直すことができずに黒星を重ねたそして11月3日の 第31節神戸戦に敗れて J2 降格権の16位以下が確定。残り3節を残して J2 降格が決定した。その後、第32節福岡戦でも敗れて最下位に転落。そのままシーズンを終えた。リーグ戦の最終成績は5勝6分23敗の勝ち点21で18位だった。山崎ナビスコカップは1回戦で浦和に敗れた。 天皇杯は3回戦で J2 J の京都に敗れた。シーズン終了後に小林真嗣が人気満了で監督を退任した。理事長の川越も人気満了を待たずに辞任し、副理事長の高橋節が2012年3月末まで理事長代行を務めることになった。この年の J リーグは大津において J1 フェアプレイ賞を3年連続で獲得した。 元鹿島トップチームコーチの奥野良美が監督に就任した。長谷川優が大宮に、古橋達也、下村東美が湘南に、佐藤健太郎が千葉に、宮崎康平が徳島に、園田拓也が愛媛に、大久保哲也が横浜 FC に、植草優樹が神戸に完全移籍し、マイコンエルサムニー王様が退団した。補強面では山崎正人が、 レンタル遺跡から完全遺跡に移行し、トスから永田良太、同じくトスから昨シーズン草津でプレーしていた、バンダイ・ヒロキを完全遺跡で、仙台から中島祐希、清水から岡根直也、柏から昨シーズン JFL の秋田でプレーしていた、ヒカ・アツヒラをレンタル遺跡で獲得した。新人では、明治大学から宮坂真崎、慶応義塾大から日高慶太が加入した。 宮坂は2009年天皇杯3回戦で山形を破った明治大学イレブンの一人だった。シーズン途中には柏から林良平、C 大阪からブランキーニをレンタル移籍で獲得し、伊藤俊が愛媛へレンタル移籍した。リーグ戦については開幕戦で千葉に敗れたが、第2節から3連勝を達成し、 第6節から11試合連続負けなしの成績を収めるなど、第13節、第17節、第18節、第21節終了時にそれぞれ首位に立った。しかし、後半戦初戦となる、第22節栃木 SC 戦で敗れ4位に交代。その後は、J1 昇格プレイオフ進出圏内となる6位前後を維持し、 第32節終了時には4位まで順位を戻したものの第33節鳥取戦から3連敗を喫するなど最終10試合の成績は1勝2分7敗と失速そのまま浮上することなくシーズンを終えたリーグ戦の最終成績は16勝13分13敗の勝ち点61で10位だった天皇杯は3回戦で CE 大阪に敗れた 6月3日の第17節鳥取戦で3人の途中交代を含めた出場フィールドプレイヤー13人全員がシュートを記録した。全年度までキャプテンを務め、クラブ初の J1 昇格に貢献した宮沢克行が11月8日に現役引退を表明した。奥の大勢2年目。コーチ陣が一新され、 川崎や町田の監督を歴任した、相馬直樹が、ヘッドコーチに就任した。大田哲郎が柏に、鈴木裕太が湘南に、船山雄二、宮本拓也が福岡に、前田和也が北九州に、長田良太が群馬に、中野啓が、佐川印刷に、北村智隆が、三重県二部のビアティン FC に完全移籍し、ブランキーニョ、岡根直也、川島大地が、 レンタル元に復帰した。補強面では、水戸からロメロ・フランク、京都から中村大輔 FC 東京から、常、沢里氏、横浜 FC から堀之内清大分から作田祐二を完全遺跡で獲得。また、レンタル遺跡だった中島祐樹、林良平、氷川ア平が完全遺跡に移行し、愛媛にレンタル遺跡していた伊藤俊が復帰した。 新人では、森岡商業校から谷村健一、韓国の正金館大学校から U-20 韓国代表経験のあるイ・ジュヨン、同じく韓国の建国大学校からキム・ボムヨンが加入し、ユース所属の鈴木翼がトップチームに昇格した。シーズン途中には JFL のソニー仙台から大久保剛 ウルグアイ一部の CA ベジャビスタからペーニャが加入し、日高啓太が町田へ、レンタル移籍した。リーグ戦については、開幕2試合は連敗スタートだったが、第3節から4連勝を達成し2位に浮上した。しかし、第7節から3連敗、第22節から4連敗を喫するなど、第26節終了時点で14位まで順位を下げた。その後は、連敗なく、 中位付近の順位を推移して J1 昇格プレイオフ出場権争いにも絡んだが第41節 g 大阪戦で敗れて9位以下が確定した。リーグ戦の最終成績は16勝11分15敗の勝ち点59で10位だった。天皇杯は4回戦で川崎に敗退した。シーズン終了後奥野が契約満了で監督を退任。相馬は ヘッドコーチを退任後、町田の監督に再び就任した。全面度と比較して得点力が大幅に向上し、総得点数は74点を記録。同年に J1 昇格を果たした G 大阪、神戸に次いで3番目に高い記録だった反面、課題だった。守備構築の改善が上向くことがなく、失点を重ねたため、総失点数は、 リーグアースと4位となる61点を記録した。無失点試合は、第3節長崎戦、第10節熊本戦、第38節愛媛戦、第42節東京 V 戦の4試合に止まった。前身の NEC 山形元監督である石崎信弘が監督に就任。山形には16年振りの復帰となった。この年、トップチーム事業を、 山形県スポーツ振興21世紀協会から株式会社モンテリオ山形に移行。協会理事長の高橋節が初代社長に就任した。また、横浜 FM の強化部長を務めていた石井はじめをチーム強化、統括を担当するテクニカルダイレクターとして招聘した。中村大輔が千葉に、作田祐二が金沢に、大久保剛が、 タイプレミアリーグのバンコクグラス FC に完全移籍し、広瀬智康が徳島に、中村俊が長崎に、レンタル移籍。ペーニャが退団した。また、堀之内清が、昨シーズンをもって、現役引退を表明した。補強面では、ブラジル2部のアメリカ RN から柏や、東京 V などで活躍したディエゴを、富山から船津哲也を、栃木 SC から、東マ。 見分を、岩田から松岡良介を、愛媛から金田明恵を完全遺跡で獲得し、G 大阪から川西翔太を、レンタル遺跡で獲得した。また、町田に、レンタル遺跡していた、日高圭太が復帰した。新人では、横浜 FM ユースから、2013年日本、クラブユースサッカー選手権において MVP に、輝いた、が加入した。 シーズン途中には、浦和から山岸のリをレンタル遺跡で獲得し、神奈川大の高木と也を特別指定選手として追加登録。谷村健一が鳥取へレンタル遺跡した。リーグ戦については、連勝を達成することができないまま注意付近を推移していたが、第22節から3連敗を起死し12位に転落した。しかし、第30節水戸戦において、 プレスがかからず、押されていた理由から、システムを4から2から3から1から3から4から2から1に変更し勝利。この3バックシステムが現状の戦力に合致したことから、その後も同システムを採用し勝ち星を重ねていった。そして、第37節を賀山戦に勝利し、初めて J1 昇格プレイオフ進出圏内の6位に立つと同時に、 今シーズン初の2連勝を達成した。その後、第38節横浜 FC 戦に敗れ7位に転落したものの、第40節に再び6位に返り咲くと、シーズン終了まで順位を維持し、クラブ史上初の J1 昇格プレイオフ進出を果たした。リーグ戦の最終成績は18勝10分14敗の勝ち点64で6位だった。 J1 昇格プレイオフでは、準決勝で、岩田を、決勝で、千葉をそれぞれ破り優勝。4年ぶりの J1 復帰を果たした。天皇杯は、準決勝で、千葉を破って、クラブ史上初かつ、東北地方のクラブとしては、第13回大会の仙台サッカークラブ以来81年振りとなる、決勝進出を果たした。決勝は、g 大阪に敗れたが、 準優勝の成績を収めた。この年の J リーグはオーズにおいて J2 フェアプレー賞を獲得した。新加入遺跡、石崎大成2年目。シーズン途中加入後にゲームキャプテンとして J1 昇格に貢献した山岸範博と2シャドウの一角として攻撃の活性化を担い、同じく J1 昇格に貢献した川西翔太が、 レンタル遺跡から完全遺跡に移行した。鳥取にレンタル遺跡していた谷村健一が森岡にレンタル遺跡した。また、徳島にレンタル遺跡していた広瀬智康が完全遺跡への移行に伴い対談した。リーグ戦については前線から積極的にプレスをかけてボールをダッシュする能動的な守備戦術で挑んだ。 試合の主導権を握る展開が多かったものの、相手ゴール前での攻撃において迫力が足りず、得点力不足に陥ったため、守ることはできても得点が取れずに勝ち星を逃すことが多いシーズンとなった。また、ファースト開幕戦で、仙台と対戦した際に、DF 渡辺と DF 山田が負傷。続くファースト第二節浦和戦でも DF 宇佐美が負傷し、 それぞれ長期離脱を余儀なくされたため、リーグ戦開始直後から DF 陣が手薄になるという苦しい船出を強いられるなど、主力メンバーの負傷による離脱も大きく、成績に響いた。ファーストステージについては、ファースト第3節、川崎 F 戦で早々に、リーグ戦初勝利を収めた後、ファースト第8節から2勝2分と4試合連続で、 勝ち点を重ねて上昇気流に乗るかと思われたが、1試合平均失点数が1.41点と、失点は比較的少なかった反面、全出の得点力不足が響いて、僅差で敗れたり、引き分けに終わる試合が目立つようになった。セカンドステージについては、得点力不足が改善されないことに加えて、リスクをかけた全員攻撃がアダとなり、 総力を生かしたカウンター攻撃に屈する場面が増えるなど、長所だった、守備面においても陰りが見えて、精裁を欠いた結果、ファースト第11節柏戦以来、18試合連続で勝利から見放された。そして、セカンド第15節神戸戦で敗れたことにより、j に降格権の16位以下が確定。残り2節を残して、j に降格が決定した。 リーグ戦の年間成績は4勝12分18敗の勝ち点24で18位だった。山崎ナビスコカップは2勝2分2敗の4位で予選リーグ敗退。天皇杯は4回戦でトスに敗れた。シーズン終了後、11月26日に開かれた臨時株主総会において、球団社長の高橋節が J に広角の責任を追求され人気満了を。 待たずに辞任。公認として、山形県 OB で、山形県産業技術振興機構で、専務理事を務めていた森谷敏夫が選任された。この年の J リーグはオーズにおいて、J1 フェアプレー賞を獲得した。新加入遺跡、石崎大成3年目。ユースチームのコーチを務めていた内山俊彦が、トップチームコーチに就任した。チームは、 シーズン開幕から8戦勝ちなしと苦しみ、一時は J3 広角圏内の順位に落ち込んだ。その後は広角圏内から抜け出すことはできたが、順位は伸び悩み一度も一桁順位まで上がることなく、最終的にはチームの j に史上最低順位となる14位で、シーズンを終了。シーズン終了直前の11月13日に、石崎の監督退任が発表された。 さらに教科部部長を務めていた石井はじめも退任した。また11月1日には、所属選手が、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに、児童の保護等に関する法律違反で逮捕される、事件が発生。逮捕された選手は、略式起訴の上、罰金30万円の判決が下り釈放されたが、社会に与えた。 影響の大きさに鑑み契約解除処分。また代表取締役社長、強化部担当の取締役、強化部部長は減給処分となった。新加入遺跡前愛媛監督の小山隆之が監督に就任した。チームは8年振りの開幕戦勝利を飾ったものの、序盤から怪我人が相次ぎ、得点力不足もあり勝ちきれない時期が続いた。それでも、 守備陣が踏ん張り、第11節から9戦負けなしとし、第19節時点で、順位は5位。しかし、第20節のホームでの徳島戦で1の6と、大敗したのをきっかけに不調に陥り、結局一度も J1 自動昇格圏内に入ることが、できず、第19節以降は、J1 昇格プレイオフ圏内からも外れ、最終順位は11位に終わった。新加入遺跡。 小山大成2年目。チーム最年長だった石川達也が現役引退しトップチームコーチに就任した。主力 DF 選手の遺跡や怪我人の影響もあり、開幕から複数失点が続き、第6節に前年から継続してきたフォーバックから3バックにシステムを変更。守備の立て直しを図るが、 第10節から3連敗を起死し、第12節時点で19位と低迷する。それでも、第13節からは4連勝を含む10試合、負けなしと持ち直し、前半戦終了時には9勝6分6敗の勝ち点33、プレイオフ進出圏内の6位とは、勝ち点差2の7位まで順位を上げる。しかし、それが最高順位となり、 後半戦も得点力不足で勝ちきれない試合が続き5勝8分8敗と苦戦、通算14勝14分14敗の勝ち点56、12位に終わった。天皇杯では、この年 J1 を連覇した、川崎 F を下すなどして、躍進、4年ぶりにベスト4に進出したが、準決勝で、仙台に2の3で敗れ、4年ぶり2度目の、決勝進出を逃した。 この年のシーズン終了後に森谷が社長を退任。後任に神戸の戦略室長を務めていた南陽市出身の間田健太郎が就任した。新加入遺跡、小山大成3年目。日本での指導歴が豊富なエルシオがフィジカルコーチに就任した。開幕戦こそ敗れたものの、第2節から3連勝を含む8試合負けなしで、第8節で、 初めて首位をダッシュ。以後、一度も6位以下に順位を落とすことなく、前半戦はわずか3敗と好調を維持して、7年ぶりに、首位で前半戦を折り返した。しかし、後半戦最初の5試合で1勝4敗と停滞し、自動昇格権の2位から転落する。9月以降は8月に加入した、山岸優也が、スタメンに定着すると、チームの得点力が上がって、 勝ち点を積み上げ、第38節時点で、暫定2位につける。しかし終盤4試合で連敗するなどして、失速してしまい、最終的には7位ミトと勝ち点、得失点差で並ばれたものの、総得点で3上回り、過労死でて6位で、J1 参入プレイオフへ進出した。プレイオフ1回戦は3位大宮に2の0で勝利。 しかし2回戦で4位徳島に0の一で敗れ、5年不利の J1 昇格を逃した。シーズン終了後、小山高幸監督の退任が発表された。また、この年の J リーグはオーズにおいて、J にフェアプレー賞を獲得した。新加入遺跡前、松本コーチの石丸清高が監督に就任した。この年は、 新型コロナウイルス感染拡大の影響で開幕直後から約4ヶ月余り中断。再開初戦の第2節栃木戦でシーズン初勝利を挙げたものの、その後得点力不足で勝てない時期が続き、第10節終了時には20位まで順位を下げた。その後システム変更で立て直すものの幸不調の波が激しく。 前半戦終了時点では5勝8敗8分けの17位となった。後半戦は、ビニシウス・アラウジョが10月以降の19試合で13得点とブレイクし、チームも攻守が噛み合い安定して、白星を重ねた。後半戦のみの成績は12勝6敗3分で4位、得点39、得失点差プラス19は、共に1位だった。 年間成績は17勝14敗11分、勝ち点62の7位でシーズンを終えた。また、この年の J リーグアウォーズにおいて、2年続けて、J にフェアプレー賞を獲得した。新加入遺跡、石丸大成2年目。開幕2戦目の東京 v 戦でシーズン初勝利を挙げたものの、その後7試合勝利なしとなり、第九節終了時点で一勝四分四敗の、 勝ち点7、J3 広角圏の20位に低迷。これを受けて、第9節終了翌日の4月22日、クラブは、前日付で、石丸監督を解任した。佐藤人コーチの暫定式を経て、後任には前清水監督だったピーター・クラモフスキーが、就任。初再配となった5月16日の、第14節愛媛戦を勝利で飾ると、 そこからチームは息を吹き返し、中断期間を挟んだ8月22日の第26節、琉球戦まで、クラブ記録となる7連勝を含む12戦負けなしとし、この時点で5位に浮上。広角圏から一気に上位争いへと食い込んだ。しかし、その後は上位対決に敗れるなどして、勢いは止まり、また甲府調に波があって勝ち点は伸び悩み、 結局年間成績は20勝8分14敗、勝ち点68で前年と同じ7位となった。また、この年の J リーグアウォーズにおいて、3年続けて J2 フェアプレー賞を J2 トップのポイントで獲得した。シーズン終了後の12月10日、山形市出身のデザイナー、奥山清幸氏によるリニューアルされたロゴとエンブレム、イニシャルロゴが発表された。 新加入遺跡、クラモフスキー体制2年目。J ビレッジスタジアムメインスタンド防水層の劣化による漏水、スタンド表面の防水層の剥がれによる歩行上の死傷等により、2006年から2年間 ND スタの改修工事が行われた。2009年 J1 第2節の名古屋戦は、積雪の下で試合を行った。2013年2月22日、 山形市は、モンテリオのホームスタジアム移転も視野に入れて、山形県などと共同で、山形市内に新しいスタジアムを建設したい旨を表明。3月5日の山形県議会で、山形市のスタジアム構想に関して質疑が行われ、山形県は、山形駅西口の県有地への建設は困難との考えを示し、その後同地には県民会館が建設された。 3月5日、天道市議会は、本拠地の存続などを求める、要望書を、山形県知事に提出する、胸の議案を全会一致で可決した。2005年8月より、マスコットのデザインに関する公募を開始。1766点の応募より絞り込まれた3点に、対するサポーター投票が行われた。なお、2005年12月20日の第2回、 選定委員会でチームマスコットとなる一点を決定する予定だったが、選定委員会の席上でサポーター投票で再開の岩石をモチーフとしたキャラクターを推す選定委員長である東北芸術工科大学教授上条教授とそれに反発するサポーター選定委員2名との間で意見が分かれてしまい、そのために設置案として J リーグとしては 初の異なるモチーフの2体がマスコットとして併用されることになった。ちなみにその時の採用者礼金の30万円は接半された。2006年1月18日の J リーグ実行委員会よりマスコットとしての使用が承認。2006年3月より名称の公募を行い、 同年6月30日に1655点の中から2体の名称がそれぞれディオとモンテスと名付けられた。登場からしばらくディオモンテスともに他チームのマスコットのような着ぐるみ化はされていなかったが2008年1月に東北芸術工科大学の学生が卒業作品として制作したディオの着ぐるみが登場。同年3月に 省内銀行が寄贈したモンテスのエアドームが登場した。2008年、山形県スポーツ振興21世紀協会は、ホーム戦の観客動員数が慢性的に低迷していた状況を踏まえ、その手こ入れ策の一環として、クラブのイメージを一新する、モンテディオ山形フルモデルチェンジ構想を打ち出した。7月以降、デザイナーで、東北芸術工科大学教授の、 中山大輔にプランニングを依頼。12月18日、最終的な構想案を山形県総合運動公園総合体育館内の会議室で行われた非公開の臨時理事会で説明した。モデルチェンジ案は山形にこだわりチームの新しいイメージを構築することを目的としたもので中山は新しいファンを呼び込むにはイメージ一新が必要と主張。 提案した、新名称、合ン山形は中山自ら商標登録を出願して保護した。一方、臨時理事会に出席した13人の理事の半分以上が J1 昇格で盛り上がる時期に変える必要はない。モンテディオに愛着があると、構想案に懸念を示し、この日の理事会は、海保、中山、21世紀協会理事。 公募のサポーターなどを含めた10人程度のプロジェクトチームを組織して2009年5月の J リーグ理事会までをめどに結論を出すという方針を決定したのみでクラブ名称やイメージカラーの変更に関しては継続審議として終了した。また、モデルチェンジ案が報道などで知られるところとなるとサポーターからの反発を招いた。2009年1月30日 先の方針を受けて、同構想を検討する、プロジェクトチームの一般公募メンバーが決定、2月5日には、プロジェクトチームの初会合が行われた。その後、2月25日と3月11日の、計3回にわたって、会合を重ね、チームを通じて、山形県全体をアピールするというコンセプトについては、合意を得られたものの、クラブ名称とイメージカラーの変更に関しては、 合意を得ることはできずに終わった。3月19日に県総合運動公園総合体育館会議室で行われた同協会の通常総会において構想の実現を断念すると報告された。2013年まで海英法人は J リーグ加盟クラブで唯一公益法人であった。しかし逆に選手の年俸や選手補強にかけられる予算型クラブよりも 限られているために高額な年俸の選手は抱えられないという一面もあり、監督経験の少ない新人監督や他クラブで戦力構想外となった解雇選手やレンタル移籍の選手を獲得せざるを得ない状況であった。しかし、山形はそういった人材の育成には実績があり、山形での活躍を機に他クラブへと移籍していく例は非常に多い。その反面、 資金的な問題から他クラブに引き抜かれそうな監督や主力選手に対しての金銭面での引き止めは難しく、結果的に彼らの大半はそのまま好条件のクラブへ引き抜かれることとなる。そのため人材の流動が激しく、チームの成績もなかなか安定しなかった。2009年はシーズン終了時点の所属選手は J1 昇格を決めた2008年以降の加入者が、 大半を占めていた。協会は2012年4月に今後の運営体制を検討する法人運営検討委員会を発足。議論の結果、トップチームの運営を株式会社化する一方でユースアカデミーホームタウン事業は引き続き協会にて行うことを決めた。2013年5月、トップチームの株式会社化に向けたパートナー企業の募集を開始。6月、 パートナー企業としてアビームコンサルティングを選定。8月20日、協会は臨時総会で株式会社モンテリオ山形の設立に必要な出資案件を可決し、8月29日に株式会社モンテリオ山形を設立した。11月、山形県は株式会社モンテリオ山形を山形県総合運動公園の指定管理者に 選定した2014年2月1日付をもって、男子サッカー部トップチームの運営を正式に、山形県スポーツ振興21世紀協会から、モンテディオ山形に移管。また、同2月28日をもって、NB スタを含む山形県総合運動公園の指定管理業務を行っていた、山形スポーツパークを合併モンテディオ山形した。 株式会社モンテディオ山形の株主構成は、山形県スポーツ振興21世紀協会が49%、アビーム社が49%、山形県が2%の出資比率である。山形県と山形県スポーツ振興21世紀協会の出資比率を合わせると過半数となることから、2015年シーズン後の社長交代劇に対しては、 高橋前社長の経営クロ化ジカをはじめとする実績をないがしろにし、公認に県職員 OB を当てたことに出資法人の一つ程度としか思っていないのだろうとの批判の声も聞かれた。また、白いストッキングはアウェーの仙台戦栃木戦など対戦相手のファーストユニフォームのシャツが黄色系統、ソックスが青色系統の場合に使用する。 2000年から2014年までは、デニバナをイメージした当時としては、珍しい優彩式の黄色のユニフォームを採用していた。サプライヤーが、プーマから、ニューバランスに変更となった2015年は、悲願の J1 昇格を達成し、より成熟したチームを目指す意味も込め、デニバナが成熟した色である赤を採用。再び戦いの場を、 J2 に移した2016年からは17年ぶりに白を採用。2021年はベージュをベースに山形の豊かな稲穂の収穫を表すハーベストゴールドを配色したユニフォームになっている。山形県農業協同組合中央会は、モンテリオの1999年の J リーグ加盟、初年度以来、ユニフォームの胸スポンサーを務めていたが、2008年は、 広告料の値上げを希望していたクラブ側と金銭面で折り合わなかったのが原因で一時撤退した経緯がある。JA グループ山形は県内で開発された水筒の新品種山形97号に加味し2009年の J1 昇格に合わせ再びクラブの胸スポンサーとなって PR する意向を示した。2009年2月23日 この新品種の名称が7つのネーミング候補の中から、艶姫に選ばれるとともに、急ピッチで胸ロゴの制作に着手。3月7日のアウェーでの開幕戦には間に合わなかったものの、3月14日のホーム開幕戦でユニフォームが披露された。2015年はチームの大株主であるアビームコンサルティングが胸スポンサーとなったため、艶姫は、 背中スポンサーとなった。モンテリオ山形の決算は、次の通り。出展、各年度の J クラブ決算一覧。2005、2006、2007、2008、2009、2010、出展、各年度の J クラブ決算一覧。2011、2012、2013、2014、2015、出展、各年度の J クラブ決算一覧。 2016、2017、2018、2019、2013年まで、公益法人山形県スポーツ振興21世紀協会が、モンテディオ山形を運営した。出展、各年度の J クラブ決算一覧。2005、2006、2007、2008、2009、2010、2011、2012、2013、2014年。 トップチーム事業の運営は、山形県スポーツ振興21世紀協会から、株式会社モンテリオ山形に移行した。出展、各年度の J クラブ決算一覧。2014、2015、2016、2017、2018、2019。ありがとうございます。